今日から始まりましたボートレース見切りの宇月第2戦ですが、いよいよ戦いは初日の最終レースを迎えました。12レースは主力6選手の激突三国選抜です。対戦メンバーは1号艇静岡支部人気のされました重野聡、2号艇は愛知支部の佐久野久志、3号艇地元福井支部室田康文、4号艇静岡支部松下和也、5号艇は大阪支部の北村誠司、6号艇は徳島支部の島村孝之、以上のメンバーで三国選抜を行います。9レースでは3着という結果だった1号艇重野がこのレース絶好枠人気の軸に押されました。そして北陸帝王決戦の優勝モーター33号機を引き当てたのが2号艇の佐久野。前半レースは大外枠でしたが、しっかりと展開ついて白星をマークしています。3コースに構えたのが3号艇室田、角を取りました4号艇の松下です。5号艇の北村誠司が5コース回り、そして大外6コースはフライング2本持ちのみです。6号艇の島村、3対3の枠番通りの進入となりました。スタート点に通りとなっています。最終12レース三国選抜です。インから枠番通りです。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コースから2号艇佐久野、センターから3号艇室田、スリットから1曲2艇が好スタートを切りましたが、1周1マークインから先に回っていくのは1号艇重野、重野が先に回りますが、刺していったのは2号艇佐久野、3号艇室田となりましたが、逆に流れて切り込んだのは5号艇北村と4号艇松下です。1号艇重野は人気に応えましたが、2着争いが混戦となりそう。内を4号艇松下、真ん中は5号艇北村、その外は2号艇佐久野、3号艇室田、6号艇島村。スタートは正常です。握り合いとなりました。先に回っていった4号艇松下が2番手取り成功。3番手ですが、内をついた2号艇桜、アウトコースは5号艇北村です。今度は142の体勢か145の体勢か、レーサー2周1マークの旋回に向かいます。1号艇重野が差しを許しそうになったんですが、踏みとどまりました。2周1マークの旋回、1号艇先頭重野、2番手でクリア、4号艇松下和也、静岡勢が上位を独占となりそう。2号艇桜をさばいていった5号艇北村誠司が3番手をキープ。上の体形現在は145の体勢、体勢固まったが、後方ですが2号艇桜、さらには3号艇室田、6号艇島村、最後方で西野2マークの旋回です。1号艇重野、西野にマークの旋回からホーム着線構成、そして2番手でクリア、4号艇松下、3番手は5号艇外へ外へとかわしていく5号艇北村が3番手をキープ。上路体系現在は145の体制となりまして、最終周回の1マークに向かっていきます。スリット警戒でした。トップスタートはセンター筋の2人ということになりましたが、結果的には1号艇重野が押し切りました。最終周回1マークが最後のバックストレッチへ、そして2、3コースが競り合った間に展開ついて、うまく2番手取り成功となった4号艇松下和也、そして激戦の3番手で制したのは5号艇北村誠司。145の体制で後方は2号艇佐久野、そして3号艇室田、6号艇島村ということになりました。3連単の145の図は 32.6 倍、ラストダーマーから最後の直線コース、三国選抜は重野が1番人気に応えているようになりそうです。2番手は4号艇松下、北村誠司3番手、先頭1番重野人気に応えて5輪、2番手は4番の松下が5輪、3番手は5番の北村5輪、2番佐久野が5輪、3番の室田が5輪、ラスト6番島村5輪。